こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、できましたか？まあ、A は違いますよね。じゃあなぜそれを感じるのかと言われたら、そうです。空詞のところ SV と書きましたが、どの選択肢を選んでいただいても SV 存在してますよね。ということは皆さん SV の左側、これは文系に関係がないので M、つまり就職後。ということは皆さん品詞は副詞ですよね。で、あと皆さん文頭の coming、ing です。皆さんこれ名前がついてましたね。思い出せますか？副詞の働きをしている ing。そうです。分子構文という名前がついてましたね。田辺さん、これも思い出せるかなって感じがするんですが、カミングの左側、部屋の中に入ってくる主語、それが書いていないですよね。そうです。書いていないということは省略が起こっていると。で、その省略された主語のことを意味上の主語と呼んでました。じゃあ皆さん、意味上の主語なんで書いていないんですかと言われたら、そうです。空所のところ、ここの主語と同一人物だからですよね。ですから、同じことを2回言う必要性はあんまりないので省略されてると。じゃあ皆さん、この意味上の主語、人ですか？物ですか？そうです。お部屋の中に入ってくるんですから、人。ということで皆さん、今から選ぼうとしている主語も人間ですよね。で、これで皆さん選択肢改めてもう一度見直していただけますと、あとは主語、人間になってるものを選ぶだけ。ですから正解は B。まあ一瞬ですよね。他の選択肢 A も C も D も Sunflowers、 まあお花が主語になってますからね。では試してみないを確認いたしますので、空詞の左側ご覧ください。もちろん省略されてますが、入ってきたのは私ですね。私がお部屋の中に入ってくると、テーブルの上にお花があると、その状況を見つけたんですね。また省略すると、お花がテーブルの上にありました。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。